こんにちは、陳田正樹の吉田です。本日は奈良県四季郡田原本町にございますクリスタル21のご紹介をさせていただきます。こちらクリスタル21なんですけれども、ペット館もですね、人気のマンションとなっておりまして、早速室内の方をご紹介させていただきたいなと思います。まずこちらキッチンなんですけれども、非常に大きなキッチンご準備させてもらっております。大きな窓もございますんで、換気の心配なんかは全然いらないかなと思いますね。レンジフードもこのようにしっかりついておりますし、調理スペースやレンジガスレンジ置き場やこういったところに少しスペースもございますので、お料理の方もすごくしやすいかなと思いますね。こちらリビングになるんですけど、非常に広々としておりまして、荷物を置いていただくのにはバッチリな大きさだと思います。今回ですね、クリスタルなんですけども、ちょっと電気が止まっておりまして、少し若干見にくいかもしれないんですが、こちらが水回りになります。こちらの水回りなんですけども、このようにシャンプードレッサータイプとなっておりまして、お隣が洗濯機置き場となっております。続いてこちらお風呂場ですね。お風呂にはですね、窓もございますので、非常に本来でしたら明るいお風呂になるんですけど、どうしても水回り関係電気が止まってると暗くなっちゃうんで申し訳ないです。少し見にくいかと思うんですが、続いてお隣がこちらトイレとなっております。洋式タイプのおトイレですね。はい、上には棚も作っていただけるタイプになりますので。続いてこちら和室となります。こちらの和室ですね、6畳のスペースとなりまして、端っこにはこのように押し入れ収納ですね、ご準備しております。上も入れれるタイプになりますので、天井までの高さございますので、非常に収納していただけると思います。こちらそのお隣のお部屋なんですけれども、洋室となりまして、こちらの洋室にはよいしょ、このように1軒分の大きさの押し入れご準備しております。こちらも天井まで入れていただける押し入れになっておりますので、非常に収納力が高いかなと思いますね。はい、それではこちらこの洋室にはですね、このようにバルコニーもご準備しております。こちらのバルコニー非常に日当たりが良くてですね、洗濯物を干していただくのにはバッチリですね。それからですね、この洋室にはエアコン1台ご準備しております。こちらの方もぜひ使っていただけたらなと思いますので、詳細はですね、当社のホームページをご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木は皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。